こんばんは。ほら。こんばんは。時刻は、5月21日10時をちょっと回ったところです。夜にしてるかな、あんまり細かく言わないで。ほとんど時刻通りに始まってますよ。はい。皆さんは今朝の金環日食ちゃんと見えましたか？皆さんの住んでいらっしゃるところでは、私の住んでいるところでは雨になっちゃったので見れませんでした。残念でした。ゆっくりです。今日もよろしくお願いします。お願いします。うちの方ではなんとか雲の切れ目から見ることができました。しかし私グラスを買っておりませんでしたので、肉眼ではあいにく見られて、テレビでいっぱい見ました。テレビでいっぱい見ました。はい、綺麗でしたね。綺麗でしたね。なんかあと名古屋では29年後に来るらしいですよ。そうなの？うん、名古屋は29年後に見られるらしい。生きてるかどうかわかんない。生きてるかね。ということで今夜もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、今日の金環日食は、僕は実際に月の上から見てきました。かける下にいる。見てた。イエイ。イエイ。イエイ。でもなんで月の上なの？ちゃんとさ、飛行機に乗ってみるツアーとかもあったんだよね。そうなの？ね、うん、そうそう、今回そういうツアーあったんだ。僕は食べるんだ。なるほどね。一走りってこと？一飛びってこと？月の上から見たら金環じゃないよね。地球からならね、影になってるところにタケル君の影がピョッと乗ってたりする。見たかったな、その影。普通に太陽だった。金環日食じゃなくてタケル日食にするね、形で。そうね、横に見てね。はい、さてですね、はい、今私たちが旅しているガエータ5大陸は、第7大陸と呼ばれ、文字通りリンデンラボが7つ目に作った島群なんですね。ガエータ5の第7大陸ね。そうなんだよね。で、今現在アダルト指定のジンドラを含めると9つある島群はそれぞれが大陸、コンティネントと称され、その総称としてメインランドという言葉が使われています。今までのサバイバルモードでもしつこくお伝えしていますが、めでたく第2大陸と呼ばれるヘテロセラアトールに続いて第1大陸と呼ばれるサンサーラも制覇することができました。はい、はい、ということで各週にお送りしておりますこのサバイバルモードでは、それらメインランドと呼ばれる9つの大陸すべてを制覇できたらいいなという番組です。できたらいいなだね。できたらいいな。うん、道がないのできついぞっていうのもあるんですけれど。うん、はい。月はどこかな、ね、はい。月はもう決まってるからね。あ、そうなんだ。そうなんだ。アリン先輩リードするところかな、どうかな。そうそう。交互期待っていうことで。交互期待。うん、先ほどね、地図見ていただいてわかりますように、だん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 こちらの大陸も終わりに近づいてきましたよ。本当にもうちょっとだよね。もうちょっとだよね。もしかしたらもしかしてって感じだね、今日ね。だね、だね、だね。うん。はい。というわけで出発する前に、この番組のスポンサーの皆様をご紹介させていただきます。はい、お願いします。はい。この番組の提供シムは、ジャパンドリームケンジン、浅草108、シム新潟、あゆむら、エリア86、SSOC、 以上のシムの提供でお送りいたします。さあ今日も頑張っていきましょう。はい、行きましょう。じゃあいいかな。はい、ではですね、こちらから頑張るぞ頑張るぞ。はい、頑張るぞ頑張るぞ。今日も元気に頑張るぞ。頑張るぞ。そうそう。頑張るぞ。頑張るぞ。頑張るぞ。ここ結構なんかほら、大きなお店があって。楽器屋さんって言ってたの、この間。ああ、そうだ、言うけどね。言ってたでしょなんか、うん。ベルローズね。うん、知ってる。知ってるの？有名なの？これ日本人だよ、やってるの。あ、そうなんだ。確か。大きなお店だね。うん。名前なんだっけな、忘れちゃったな。やってる人。やってる人。あ、そうなんだ。うん。
あディレクターもね、有名な楽器屋さんでとてもいい方だそうですよ。某テレビ局でテムテムアイテムの時に確かやった記憶。某テレビ局ね。テムテムアイテムって何、この中で使われてる SL の中の何アイテムを紹介するの？そうそう、通販番組みたいな感じ。通販とは言わないけど、あのお店で、あのまあ、お店の紹介で、あのなんていうか商品の紹介。あ、お店の紹介。ああ、テーブルショッピングみたいなやつね。うん、そんな感じかな。いや、読めないかも。今なかなかマニアックなログが出たんですよ。そうね。なんか道がなんかだんだん狭くなってるような気がするの、気のせい。だんだんこの視野が狭くなってくる感じ。なんか右側地球っぽいのがない？ドーム？あれ。ドーム？ドームっぽいよね。あの色からしてなんか水色で地球っぽく見えちゃったんだけど。なんか蝶々じゃなくて何かが。あ、飛んでるね。飛んでない？大きい。飛んでるよ。うん、飛んでる、蝶々。ね、あそこもなんかお店なのかな？うん。なんかほんと普通の街のなんか歩いてるお店があるっていう感じのところだよね。うん。ここは何？あ、これ楽器屋さんのデモンストレーションのところか。あ、ステージになってるよ。うん。ステージ？みたいじゃない？うん、ステージになってるね。なんかセッションできるんだよね、ここの楽器。あ、そうなんだ。うん。本格的だね。さすが日本人クリエイターさんだわ。うん。お、たけるくんがいたよ、ステージに。たけるオンステージかな？おー。はい、オンステージ。パチ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 。何やってくれるのかな？何やってくれるのかな？久しぶりに、武道館に帰ってきたぜみんな元気だったかみんな元気だったよ。それじゃあまず最初のナンバーはこの曲からいくぞ。イエーイ、タケル、イエーイ、タケル。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。トゥルン、トゥルン、トゥルン、トゥルン。あら、やっぱりおなじみの曲で。トゥルン、トゥルン、トゥルン。あれ？メンタもないわよ。そう、目が消えてた。白白よ、なんで？あ、やべ。なんか触った？やべ。そうだ、これ罰ゲームのやつつけてるから、これハロキノキョってはダメなんだった。目がなくなった。なんか目がないわ、もうなんか。妙だな。あの変なさ、なんかあの、宝塚とか何とかのやつってあるでしょ？うん。あのせいだ。あの目可愛いよ。いいよ、目なしでも。いや、いいよ。ディレクターがそのまま行くかって言ってる。あ、頭消えた、今度。あら。出てきた、出てきた。ちょっとまずいんじゃない？あ、びっくりした。出てきた、出てきた。出てきた瞬間はあれだね、あの、メガネが八角形に見えるんだね。あー、表示されないから。うん、瞬間、ね、瞬間的にね。うん。ちょっとカクカク気味にね。あ、右の前にもほら、大きなお店がなんだ、あれ。あるね、あるね。何屋さんこれ。ちょっとかっこいい系の外観ですよ。白目向いたって言われてた。車屋さん？ん？あ、なんか違う。ん？何屋さんだ？トレーラーっぽいね。トレーラー。ここから入るのか？ファルコン。ああ、トレーラー屋さんだ。トレーラー屋さんなの？うんうんうん。ステージのスピーカーとか売ってんじゃない？そうそうそう、そんなの。これはあれだ。ステージエフェクトとか。うん。かっこいい。かっこいいね。何だっけ？ライブ用の移動する車だ。ああ、日本人のクリエイターさんだね、ここもね。スタジオも。あ、そうなんだ。本格的だ。あれだね、近くに楽器屋さんがあって、近くにこんなんがあるって、ちゃんとあれだね、考えてるね。できてるね。かっこいいわ。うん。あ、この車なんか見たことあるの。え、どれどれ？この車確かね、すごい細かい。これ上。上？上。これワゴン車みたいな。ああ、はいは
いはいはい。ね、上ね。売ってるこれね、これすっごい細かいんだよ。へぇー。いろんなことができるんだよ。へぇー、搬送用トイレだ。すごいね。なんか、この後ろにあるやつではなく、いや、違う違う。この上にあるやつ。赤いの？赤いの。うん、うん、うん。うん。へぇー。ヤマト MPV ってやつね。うん。このワゴンすごかった。へぇー、実は持ってるとか？俺は持ってないけど。ああ、俺の友達が持ってるとか。うん、俺の友達が持ってる。なるほどね。あの方何でも持ってるわよね。そうだね。うん。車大好きなんですね。そうだね。そうだよね。うん。そうだね。よし、行こう。ああ、ひまわりのお花が咲いてていいわね。ああ、そうだね。うん。季節を感じるな。ねえ。そうね。ね、ここには何、ね、中古車屋さんじゃないよね。中古車屋さんってあんのか？え、それの場合中古っていうのがあまりないよね。同じのじゃないよ。楽器屋さんなんじゃない？ローズだね。あ、楽器屋さんなんだ、うん、本当だ。なんか違うのかな、ちょっと。楽器屋さんの倉庫なのかな？あ、倉庫じゃないわ。うん、ね。かっこいいね。作りがかっこいいね。ちょっと今なんか、トピルビーン。トピルビーン。中は、普通に、なんか、事務所っぽかったです。あ、そうなんだ。うん。うん。かっこいいね、でもなんかね。うん。リアリスティックにできてて。うん。なんかいろんなものがあるな。お馬さんがいる。日本人が多いね。この島じゃなかった、このコンティネント自体日本の人が多いとか。すごい多いんだ。そうだ、ここ。なんでだろうね。進まないぞ。進まないぞ。私進みすぎちゃったと思ってた。すごいな。走ってっちゃって。走っていうかもう全然前行かれないんですけど。足踏み。なんで？今足踏み状態。今ちょっと走ってみようかな。え？走れもしないんですけど。どういうこと？後ろに下がる。後ろにも下がれないぞ。え？ダブルクリックテレポートトライしようかな。困った。全然無理だな。進まないよ。え、なんで？ここ死ぬの下がるでしょ。何か入れなくなるけど。ああ、走った。あ、少し前行った。お、動いた。動いた、動いた。動いた、動いた。やっと動いた。でも重いです。重いね。なんか前へ進まない。ここは必死で抜けた方がいいかもな。ああ、頑張る。走ろう。頑張れ。走れない。頑張れ。抜けたら、呼ぶってだと。普通の島でこんなにいっての、珍しいね。ダブルクリックテレポートを繰り返してやる。じゃあ、私もそうしようかな。なんでこんなに重いのっていう、あ、なんか素敵なお家なのかしら、これ何かしら。あ、左側、うん。うん、かっこいいね。なんか、ね、なんかイギリス式みたいな。なんかくるくるなっちゃった、私。違う。きょー。先輩、回ってる。でしょ？よし。あ、歩いてるけど進まない。飛ぶぞうめぇうめぇよいしょ。たけるくんの声が。うめぇ落ちたかしら、私。画面が。いや、大丈夫、いるよ、まだ。まだ。ちゃんといるよ。ちょー。隣の週まで頑張れるのが。よし、ダブルクリックテレポートが楽でいいね。ダブルクリックテレポートしながら進んだ方がいいかもしれない。そりゃー。えい。えい、その後、ちまちまついていきます。えい。あ、えい。えい。どうかな？もう抜けた？くりゃー。あ、抜けた。多分抜けたんじゃないこれ。抜けたかな？呼ばなくて平気？あ、でもなんか相変わらず、進めないんですけど。くりゃあ。呼んでみましょうか？ここに来ても、でも、大丈夫。前行ったよ。前行ったの？うん。重いじゃん。動いてった。前だ。走ってみよう。さすがチタニウム。前。走るポーズはできるけど走れない。あ、走れた。あ、ちょっと走ってる。ちょっと走ってるけど遅い。なんか鍵盤グリグリ押しすぎ。あ、押し、走った、走った。あれ、消えた。あれ、クリちゃん消えた。え、私。これやばいかもしれない、この汽車。あ、すっごい進まないよ。うわ。
あの汽車はすごいことになってる。ねえ、あそこに人が乗ってるよ。ミニオくん来てる？来てるよ。来てる、大丈夫？タケルくんにちゃんとついてるよ、大丈夫。オッケー。え、何ここ？左側に近い、ちっぽい電車がある。そうそう、人乗ってるね。乗ってる。あれ？日本人の方が乗ってるね。あれは、横浜で見かけたランさんじゃないですか。え？ランさんってランさん？そうだよ。そうだよね。あ、やっぱりそうだ。こんにちはじゃない、こんばんは。こんばんは。こんばんは。なぜこんなところへ？何をしてるんですか？走ってる。ここが、知り合いのとこなのかな？うちなのかな？すごいな。中に入っていった。中に入っていくよ。ねえ。楽しそうなんですけど。なんかどうなってんの？立てるゲームで見てるね。うんうんうん。あ、中に入っていく。面白そう。なんだろう。これ何？あ、なんか駅になってる。何？本当だね。あ、なんかね、海のところにね、ちっちゃい町みたいなのが、あの、海沿いの町みたいな感じになってて、船もあるよ。向こう側に道路とかあって、うん、なんか何ビーチじゃないけどなんか、うん、なってるよね。タイニーベース、タイニーベースオールドイングリッシュシーフロントって書いてある。へー、タイニー用なの？なのかな、わかんないけどね。一番こういうのか。そうね。うんうん。カメラさん撮ってもらってね。なんか素敵な街よ。うん。そうね。で、船も綺麗だよ、これ。これ、ぜひ皆さん、立ち寄っていただいて。うんうんうん。あー、でも、運河もなんかうまく作ってるよね。うん。へぇー。こんなところで会うとは思ってなかったな。うんうんうん。おいん先輩、視力いいね。視力いい。ほんと、こんなにカメラ動かしにくい状態でよくね。そうね。うん、あの、名前が簡単だったから分かったんだよ、多分。ああ、そうだね。まあ、漢字だったからね、上の部分に書いてある。日本人の方だって分かったよね。そう、YSL の競技、競技員って書いてあったよね。うん、ああ、そうなんだ。あれと思って。ランさん、じゃあまたね。またね、ランさん。よいしょ。ほんとほんと、水門もかっこいいわ。あー、面白い。テレビに勝手に映る活動ですって。え？ダンさんが。そんな活動が。いいな、いいな、いいな。こんな活動初めて聞いた。これからも出てください。そうね。実はこの端っこで映ってましたとかね。うん。この間のね、日記を見たときにね、誰かが書いてたの。SLTV に映ったって。あ、たびたびの番組で映ったって。おー、すごいね。うん。嬉しいね。釣りに来てね。そうそう。どこか分かったら。来てね。来てね。あ、また重い。あ、みんなサクサク動いている。ほら、あそこからまたあれよ。え？船をレズして。あ、渡るんだ。なるよ。あ、そう。あ、なんか車が。止まってますよ。ん？何？開いてるよ、この車。何何何？ガルウィングスタロッサじゃなくて。ガルウィングですか、これは。でも後ろも開いてるよ。うん。あ、これはですね。はい。うん。これ何ですか？何でしょう？ちょっと、俺今、形が見えないからカメラで見るから、カメラ回してくれ。回してくれ。ましたよ。向こう側はハルモーターさんの車だね。多分。あ、そう。板月光じゃないですか。月光って書いてある。赤いのはね、赤月って書いてある。赤月って書いてある。ああ、じゃあ両方ともだ。へえー、そうなんだ。うん。たけるくんも詳しいね。そうね。あ、で、なんかあっちにちっこいのも置いてあるよ。チクチクとかがあるね。ああ、本当に日本人の人が多いね、ここのチーム。あ、うん。これが一度も行ってるやつか。え？そうです。行った。ロードエンズ。そうそうそう。行き止まりだな。行き止まりよ。
デーのお船さんマークのところをポチッと押すと、たけちゃんお願いします。はい、船が出てきます。ポチッ、はい、ポチッとな。みんな乗り遅れないよね。はい、ヨガです、ヨガです。はい、出すの、出すの、自分でもらったボートをレジするの。あ、ボンボヤージュって、ボンボヤージュ。あ、そう。ん？お、来た来た。どんどんどん。たけるくんが乗ったら、はい、飛び乗ります。行くぞ、イエイ。乗ってー。はい、乗ったよー。乗ったよーん。まゆちゃん乗ってー。めっちゃゴー。まゆちゃん乗ってー。まゆちゃーん。まゆちゃーん。まゆちゃん、ちゃーん。まゆちゃん。まゆちゃーん。まゆちゃん走ってる。まゆちゃーん。まゆちゃーん。いいよね、効果的にね。ねえ、いい。響いてていいね。乗れないの？乗れないの？マイちゃん乗れない？乗れるんじゃないの？マイちゃん行けないって。本当？ほら。人数制限あんの？ある、それはあるでしょ。ちょっと挟まってて、ちょっと動かすね。本当だ、挟まっちゃった。で、マイちゃんさ。マイちゃん今のうち乗れない？あ、乗ったんだよ、乗ってれば。どこでも座れるっていうのはないの？そうか、座れないんだね。どこにでもクリックしてみるとか。マイちゃんさ、じゃあさ、先回りしてて。この反対岸にね。そんなね、すぐ着いちゃうよ、でも。ほんと？うん。ここのほら、今 V と、あと何？あの、桟橋あるでしょ、木の。うん。あの間を抜けたら、うん。右の方、斜め右方向に進んでください。うわ、沈む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 、流されてくよ。沈んでる、流されてる。沈む声よね。ああ、そうそうそう。もう流されてた。これを外回りしたらね、うん、ずっと、ずっともう道に戻らないで外行っちゃったの。へぇ、うん、ここのゲーム。ゲームやるなよ、だから。通過。そう、そしたら右方向に。右右、へいへい。ちょっと右、ちょっと。その空いてるあたりを抜けつつの。でもそうすぐ向こう側につけるから。なるほどね。飛行艇がちょこちょことありますね。飛行艇はね。うん。その右側を通っていただいて。なるほどね。はい。ずんずちゃっか、ずんずちゃっか、ずんずちゃっか、ずんずちゃっか。あら？なんだっけそれ、出てこないけど CM であったような。本当に、うん、全く何も響かなかったけど。え、心に響かなかったっけ。どっちどっち。あ、まあ、ちょっとこう木に思いっきりあのぶつかろうとしてるんですけど、うん、これはしもごえですよね。しもごえ、しもごえ、声をしましたらですね、はい。まっすぐです。あの、黒い建物みたいなのが見えてる方に向かっていっていただくと、ここでもう降りるとこ。もう降りるとこですよ、そうすると。うん、僕いないんですけど。作りかけたみたいな。あ、ゆりちゃんも見えてない。あら、アリン先輩しか乗ってない。ないよ。え、ね、私ってなんて根性でいつも乗ってるんだろう。本当にそうよね。はい、俺はどこにいるの？俺もそこにいるじゃん。いないよ。スタンドもできてない。ちょっと待って。海の中だ。これ私操縦しろって。できるのかな。うん、いや、私も操縦できない。これが降りたから大丈夫じゃない？動かないよ。私がですね、自分のアバターが見えません。うん、見えないね。あ、クリちゃん今あれだよ、水の中。水の中？でもね、うん、なんかカメラが自分の方に切り替わんないのよ。なんで？うん、これも切り替わんないのよ。なんで？じゃあ、ちょっと到着地点の道路のところまで行って、道路をダブルクリックしてみます。近くを。はい、私も今降りました。あ、どこ行った？降りました。ボードが消えました。あ、俺が見えた。はい、ちょっと待って。はい、じゃあもう自力で道の方に来ましたので。どっち？まっすぐ？あ、すぐですよ。今、船が進行してきた方向。あ、森を越えようか、すぐ行って。森を。ここね、道路自体もね、なんていうのかな。道路が朽ち落ちてる設定でできてるので、ね、うん、うん。
ちょっと橋桁だけは残ってるけど。残ってるけどって感じ。うん、道になってないぞっていう感じ。なってない。あ、固まってしまったぞ。あ、動いた。よかった。もうなかなか飛んでても進まないよ。進まないし、着地してもなかなか進まない。模様ずいぶん前に行ってるの。やった。やっと来た来た。ここ進まない。固まってるだ。固まってる。ねえ、俺とさ、マニアを呼んでくれ。はい。もうちょっと安全な場所に行くから、ちょっと待ってね。うん。ここだと。もうね、重い。おかしい。ふりゃー。なんか前ほら、水中の道路ですごい苦労した、あの時思い出すね。ふー。今ね、シム越えテレポートしてるわよ。画面が暗くなっちゃった。ふー。かな？飛べるんだろうか。ふり。飛んでやる、はい、です。とりあえず、あるレポートが失敗って出て、今、どうぞ。あらら。じゃあ、たけるくんを呼ぶよ。うん。はい。はい。モニオくん、モニオくんも呼ぶよ。うん。はい。この辺でシムガスがあるの？なんか安全な感じ。クリちゃんはどこ？私、クリちゃんはもう見えてるから大丈夫。大丈夫よね。いけそう。うん、はい。マイちゃんも、呼ぶ？うん。はい。まいちゃんも。わ、進めない。モニオ。足踏み。うわ。モニオくん、呼んだんだけどなぁ。まだ来なかったかな。もう一回呼んでみよう。もうね、あ、歩いてんのが止まらないです。もう一回呼んでやったら、モニオ。はーい。あ、1.97 メーターにいるんだけどな。見えてる、頭の上。うわわわわわわ、逆にまた失敗しちゃった。失敗失敗失敗。痛い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 。あー、まずいまずい。まずい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 。大丈夫だよ。そんなにまずいいっぱい言わなくても大丈夫だよ。あー、よかった。よし、見よう。よし。でも、遅いの歩くの、これ。もう、勝手にどんどん、どんどん道を走ってる。走れない。あー、道路に埋まった。わー、足が潜ってる。やっと歩けるようになった。そこ越えたら楽になったよ。まだ走ってるけど。え、モニオくんついてないみたい。マジサバイバルな。モニオくんついてる？ついてないね。くっついてない。あ、やっと軽くなった。呼ぶしかない。呼ぶよー。モニオくん、もう一回呼びまーす。はい。あ、来た。あ、来た来た。あ、やれやれ。怖いシムだったな。なんかたまにあるね、こういうのね。やれ。びっくり。なんかメインランドだね。こんなところで、こんなところで生活できるんかいって感じだよね。こんな重くて。うん、そろそろゲームしないといけないのかな。そう、ゲームしないと。あ、もうちょっと前に来ない？もうちょっと進みますか？まだ進めないのか。今週からなんか嫌な罰ゲームが増えたんだよね。今週からさ、ちょっとやり方が変わったんでしょ？そう、なんか最初から罰ゲームが決まってる。トピコマシーンを使わなくなったのよね。うん。進めないんですけど。トピコマシーン面白かったのにね。進めない。進めないんですけど。進めない。根性だ。根性だ。全然進めないんだよ。根性出せ。でも本当に根性はついてないか。はい、どうぞ。くしょー。私が蹴ったよ。くしょー。あれ、あれ、行っちゃった。本当に蹴られてきたみたい。遅いぞ、遅いぞ。蹴ろうと思ったのに。そう。早く前だぞ。イエーイ、追っかけてやる。早くしょー。イエーイ。はい。あ、勝てない。悔しいな、なんか。はい。避けられた。なんかビューが不調だわん。イエーイ。イェンイェンイェン。イェイイェイ。じゃあそろそろやろうか。オッケー。ちょっと待ってね。はい、読むからね。はい。ゲームコーナーです。はい。旅をしながらゲームをして、敗者には罰ゲームが待っています。はい。次の敗者が決まるまで罰ゲームは続きます。今週の場合はですね、たけるくんが罰ゲーム状態です。イェーイ。イェイ。今回から先に罰ゲームを発表します。はい、たけるくん。はい。巨大アンテナ。え、俺が負けたらってこと？そう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 。ふっくりとアリン先輩。はい。ふっくら別人。なんかそれ新しいんだけど。
すごい新しい。なんでしょう。怖いふっくら別人ですよ。いやだな、イメージ狂うよね。どのぐらいふっくり、ふっくりなのか、ふっくらなのか。やっぱああいうんじゃない、アリン・デラックスとかクリオン・デラックスになるんじゃないよ。デラックスになるのかな、デラックスなんじゃないよ。ああ、あの、キミエ・デラックスバージョンに似たようなもん。さあ、楽しみだわ。さあ。ね、デラックスになっちゃうわけね。はい、でですね、はい、台はっていうのかな、ここの東西ボンバーは変わりません。はい、あらかじめ爆弾言葉を決めてもらっていて、その言葉を言うと失格です。はい、もちろん言葉に詰まっても NG。はい、そのお題。丸一、はい、しょっぱいお菓子。かっこスナック菓子などの名前。ビールよ。で、例えばね、例えばですよ、だからね、おせんべいとか言っちゃったら、それ以降、おせんべいは全部罰になります。それ、辛いね。なので、だから、言わないように皆さん。商品名を言った方がいいってこと？あ、そうそう、商品名。すごく得意じゃないんですけど、これ。おせんべいとかダメ。オッケー。オッケー。お酒の、つまみ的乾き物もオッケーだって。あはは。ね、いやー、わかったな。頑張ろう。はい。行こう。行こう行こう。気が重くなってきた。たけるくん、たけくりアリン先輩。オッケー。じゃあ行きます。はい。ポコン東西しょっぱい系のお菓子。はい。トン、トンガイコーン。トン、トン、チーザ。トン、トン、ハッピーターン。うわ、やだ。え？トン、トン、ポテトチップス。私の大好きなやつが言えなくなった。もうかつ。トントン、じゃあもう、かきピー。トントン、ポタポタ焼き。トントン、ベビースターラーメン。言われた、聞く。トントン、スコーン。トントン、チーズタラ。トントン、ポケロング。って誰？誰？誰？誰ブ？何ブ？タラがダメなの？何？アリン先輩言ってる。アリン先輩何言った？無表チーズタラ。チーズタラ残念。なんでそんなもんだよ。そんなのいいのかとか思ったらそうなんだよ。このまま行こうぜ。このまま行こうぜ。つまみ的乾き物ってそれでだったんだ。ままああ、重い。引っ掛けてあったのだ。あれ？今日で、今日で、これ、あれ？これって、そうだよ、そうだよ、SLTV の、もう出てきたじゃん。何もゴール？いやー、ゴールじゃん。ちょっと、ゴール行く前、ちょっと待って、ちょっと、アリン先輩、こっち来てよ。ちょっと待って。あれ？アリン先輩。はい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 。その先に進んで。そんな、そんな、そんな、戻って。戻って、ちょっとバックしようか。あれ？クリちゃんが私を超えて行ったけど。え？え？クリちゃんは食べていってないけど、タケル君と一緒にいるけど。嘘、超えてたよ、私を。超えてないじゃんね。意味がわかんないんだよ。もう一人いた。もう一人いたってば。本当にバグ、もう一人いたって。やめてくれ。ヒューって言っちゃったよ、ヒューって。足も動かずに。足も動かずにヒューって言っちゃった。ここでやろうよ。ここでやる？遠くに登るって言ってもあるらしいんだけどね。じゃあ、ゲームが終わる。でもやだな。私苦手なんですけど。やってから終わる。登ろうよ。オッケーオッケー。次はね、お酒の名前でね、これもね、ビールとか言ってしまうと、それ以降全部ビール全滅だって。オッケー。だから、できるだけ、銘柄名にした方がいいよって。え、お酒カクテルの名前とかでもいいんだよね、お酒だから。あ、カクテルいいと思うよ。ね。オッケー、じゃあ、オッケーだぜ。アニセバ張り切っててやだ。カクテル名はオッケーだぜ。わー、じゃあこのまんまね。自分で作れるアリン先輩。うん、はんはん。カクテルは飲めるよ。はい。飲めるな。今度、アリン先輩、私だね。タケル君、私だ。はい。はい、じゃあ、古今東西、お酒の名前。トントン、キール。あれ？うん、これ。これ。トントン、山崎。おぉ。トントン、お酒の名前ね。ウイスキーだよね。うん、トントン、ブルーハワイ。トントン、キールロワイヤル。トントン、レッドワイヤルじゃないよね。
うん、行ってない。え、レッドワインって全部赤、全部いっちゃうの赤ワイン。レッドワイン。レッドワインじゃないの。オッケー、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 びっくりした。はい。じゃあね、トントン、ジンフィーズ。トントン、ミモザ。トントン、リドリク。トントン、コロナ。あり。トントン、キティ。トントン、ジンケリコ。イエロージン。ん？イエロージン、イエロージン。うん、はい。うん。トントン、カルワミルク。トントン、雪国。全くわからん。トントン、ワイドターキー。トントン、チンタオあるよね。うん、あるある。昨日、中華街行ったんだけど、チンタオ飲んでたみんな。じゃあ、トントン、シンルチュー。中華街行ったのよ。トン、トントン、ジャックダニエルズ。怖いよ。トントン、シンルチュー。行った、私、それ。シンルチュー行った？行った。クリちゃんの後、チンタンの後にシンルチューって言った。イエーイ、一対一。聞いてなかったよ。中華街でいいヒントになったと思って、昨日何飲んだかを考えちゃった。紹興酒って言えばよかった。次は？次行く？次はね、難しいと思うよ。短期最終決戦、好きたら負けよ。スパゲッティメニューの名前。これは早いの勝ちだよ ね。地雷がないんだって。尽きたら終わりだって。わかんなくね。ね。これって料理から、要するにパスタ料理の名前を出せって言ってんの。スパゲッティのメニューだから。スパゲッティだよ。パスタじゃなくてスパゲッティだよね。そんなにいっぱいあるの？でもお店によっていっぱいメニュー。スパゲッティでパスタじゃないから、例えば、あ、今言おうとしちゃった。うん、パスタじゃないの。スパゲッティなんだよ。うん、スパゲッティメニュー。うん、そんなにある？考えよう。大丈夫だ。大丈夫じゃないけど。関係なんか気がめいてくる。本当に関係するのに気をつけたの。よし、クリちゃんから。はい。私からね、はい。はい。じゃあ行きます。はい。古今東西、スパゲッティメニューの名前、地雷なし、トン、トン、ポモドーロ？こういうやつだよね。うん、トン、トン、ミートソース。トン、トン、カルボナーラ。トン、トン、ボンゴレ。トン、トン、ナポリタン。トン、トン、明太スパゲッティ。出た。トン、トン、ペペロンチーノ？トン、トン、イカスミのスパゲッティ。あ、それ作ってもいいの？トントン、パッパラコスパゲティ。トントン、ナスとトマトのパスパゲティ？すごいのあり？これって。あるある。あるあるで、よかった。あるそう。あるって。じゃあ、私だよね、次。トントン、サーモンクリーム。大好きだもんだって。トントン、ナスパゲティ。トン、カニクリームスパゲッティ？そうね。トントン、ペスカトーレ。トントン、バイニクモッツァレラのスパゲッティ。バイニク？バイニクモッツァレラなの？これ作るの？なんだろう。トン、言ったかな？マトリチャーナ？言った？もう言ったか言わないかもわかんない。言ってない。マトリチャーナって。トントン、バジルとトマトのスパゲッティ。バジルだけで OK だったね、でもね。じゃあ、トントン、ツナと三つ葉の和風スパゲッティ。でもツナスパゲッティあるからさ。じゃあさ、じゃあさ、わかんない。シラスのスパゲッティとか？しなすと、おうちそうなスパゲッティ。ほら、あんた作れてよかった。おー、そうなんだな。なるほどね。いいよね、わかるわかる。なるほどね。しらすうまそうだね。しらす美味しいんだよ、マジで。
うん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 。美味しいの。じゃあ、トントン、ベーコンとほうれん草のスパゲッティ。ベーコンとほうれん草ね。うん。わかった。トントン。エリンギとベーコンのクリームスパゲッティ。でも、それ、キノコクリームはうまいよね。美味しいよね。いいな。そうだね。絶対終わんないぞ。終わんないよ。閉まったなって言ってるもん。そうね。じゃあ何がいいかな。じゃあトマトとキノコとほうれん草と。出た。出た。出た。いやもうってダメ。やったー。クリちゃん。やったー。あ、クリちゃん。罰ゲーム？そうだ。イエーイ！やったー、ふっくら別人。やったー。クリオネデラックス。そうね。言葉に詰まりすぎはダメだって。やった。やった。ああ。こいつも外したらちょっと待ってね。ちょっとふっくらないでね。じゃあ。やだやだ。やだやだやだ。やったあ、私のシェイプを作ってくれた。ちょっと待ってね。よいしょ。大丈夫だよ。普段は。普段の金を使って番組に出るときだけクリオネデラックスになればいいんだから。分かった。じゃあまず次はまいちゃんの、ね、お知らせ終わったら、そうね、じゃあ返信したくない、なんか今日嫌な予感。インフォメーションコーナー開けるのが楽しみね。楽しみだ、楽しみだ、楽しみだ。さあ、クラッシュしようかな、パソコン。何言ってんの？パソコンクラッシュしようかな。そうそう。クラッシュしてみないと。よし、行ってくる。はい、行ってらっしゃーい。え、どこだ？ちょっと前にいるよ。あ、あそこか。うん。やる、やる、やる。行ってらっしゃーい。まいちゃーん。まいちゃーん。はいはい。あのね。はいはい。今日は多分ね、クリオネは壮絶なショックを受けた。でも、あの、パスタっていうか、スパゲティは何でもありでしたね、最後。あれはね、でも、いいのっていう。自分の趣味で作るもんね。うん。そう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 。だからもう、あれはもう、だって仕方ない。ディレクター側だと OK だったんだからね。まあ、想定外だったでしょうね、ディレクター的には。そうだよね、絶対想定外だと思うよ、あれ。おかしい。食べたことないパスタがいっぱい出てきてました。いっぱい出てきてるね。ああ、そうだね。うん、カレーパスタならありそう。あ、そうだ、インディアン。そうだ、インディアンってのがあったね。ちょっと待ってよ。はい。あら、あら、あら、どこだろう。いいよ、先にやってていいよ。ミルクが準備中ですが、先に始めさせていただきます。皆さん、こんばんは、まいちゃちゃーでございます。よろしくお願いします。はい。それでは行きます。たびたび夢大陸スポンサーシムから今週のインフォメーションをご紹介します。今週はこちらでございます。エリア86から、フリーの銃のみを使用してバトルイベントのお知らせでございます。うん。5月27日、今週の日曜日ですね、日曜日に、86フリーの銃のみを使用しましたバトルイベント、ブレイン祭りがエリア 86MSIM にて開催されます。内容はセカンドスペースでのサバイバル、これ BR っていうのはバトルロワイヤルってことでしょうかね。かな。はい。そして、地上フィールドでのチーム戦の2本立て。うん。はい。サバイバルバトルロワイヤルはおなじみ全員敵の生き残り戦だそうです。20分間時間いっぱい生き残れば勝利ということです。戦って勝ち残ってもいいし、隠れて隠れてやり過ごしてもかということです。ミニマップ使用かとなっておりますので、時間の経過とともに隠れているだけで困難になってきますが、そこも駆け引きの一つだと思います。うん、の20分間の2回戦となっているそうです。うん、そして、地上フィールドでのチーム戦は、エリア86
ではおなじみとなっております。3箇所をシャッフルして組むランダムチームのゲームとなりますが、今回は今までと少し違う趣向が導入されました。これまではシャッフルチーム分けをした時点で、ネーム、名前が先頭に来た方を自動的にリーダーとしてしたそうなんですが、今回は、その先頭に来た方がリーダーを決めまして、IM にて、ゲームマスターであるラブミーさんにリーダーの名前を伝えていただきます。なので、ラストまでチームリーダーは相手のチームに分かりません。これはつまり相手のチームは誰を優先して狙えばいいか分からないということになります。はい。チームメンバーは何度でも回復可能だということです。その場に回復。これはいつも通りだということです。リーダーの回復はなしということです。一度きりということです。これもいつも通りなんですが、チームリーダーが誰かわからないのがいつもと違うところになります。それすごいね。はい。こちらは上限15分間で同じく2回戦の予定ですが、たまたまあまりにも早く終わってしまった場合は、追加するかもしれませんということです。なるほどね。集合時間は21時30分。時間厳守ということです。はい。開始は22時を予定しております。はい。エリア 86MSIM では、マップでの SIM 検索、エリア86と入力していただきますと、86の SIM 群が見つかりますので、その中から MSIM を選んでください。うん。MSIM はテレポート地点が固定されておりますので、安心です。はい。テレポートの場所にフリーの銃も置いてあります。うん。バトルイベントには事前にエリア86におけるルールとマナーを把握している方のみご参加できます。うん。エリア86でのバトルにまだ参加したことがないという方で、参加してみたいなぁと思われた方は、27日までまだ日にちがありますので、ぜひそれまでに普段の時にエリア 86MSIM のテレポート場所に飛んで説明を読んだり、待機所に行ってみたりなど視察されてはいかがでしょうか。12、コンバットシステムハードのブレイン、コンバットハードのブレインも無料で配布されていますということです。ぜひどうぞということです。なるほどね。面白そうですね、このバトル。そうだね。はい。見てるのもなんか面白そうです。うん。はい。やってみたい。はい。ぜひご参加してください。うんうん、よろしくお願いします。続きまして、はい、こちらでございます。あゆむらより4月25日に開催して終わりおりましたスカイハウスコンテストの結果発表についてお伝えします。うん、なるほど。はい。癒しをテーマに直径40メートルの球体の中に思い思いのスカイハウスを建てて競うスカイハウスコンテスト、はい、32名の参加者、そして投票してくださった方々の数も加えますと、はい、延べ1312名と大盛況に一時、5月19日に無事結果発表と表彰、謝恩会を終えました。それでは、結果発表を少しだけちょっとご紹介していきたいと思います。はい。まず、イベントの告知、宣伝など、たくさんの方に集客をしていただいたお礼として用意された賞、ランキング賞に輝いたのは、はい、3位、129票を集められたナグさん、はい、2位、186票を集められたユーガオさん、うん、1位、203票を集められた森綱さん、3名の方でございました。はい、おめでとうございます。すごい。はい。そして、はい、デザインが斬新で洗練された作品に贈られました。グッドデザイン賞には、せつなさんとオマールさん、2名の方でした。おめでとうございます。おめでとうございます。そして、頭の中で、夢の膨らむ作品に贈られた、
ドリームショー。ドリームショー。には、ナグさん。はい。と、シンディさん。はい。と、ナオさん。この3人の方でした。おめでとうございます。ございます。そして、次がですね、はい、思わず、物思いにふけてしまう、幻想的な作品に贈られました。うん、瞑想賞。瞑想賞。はい。バイオリンさん。バイオリンさん。アナキンさん。うん。秋69って書いてますね。69さん。以上4名の方でした、うん。おめでとうございます。おめでとうございます。そして、思わず、住んでみたくなる作品に贈られました。住んでみたいでしょう。はい。では、しのぶさん。はい。ディオネモデルのしのぶんさん。うん。はい。だそうです。はい。テレビ側の方から来てましたので。はい。そして、なずか、あまみやさん。はい。そして、あこうさん。以上3名の方でした。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてですね、名前の通り、爆発的な作品に贈られました。うん、芸術は爆発でしょう。に、うん、ローキさんと森綱さん。以上2名の方でした。おめでとうございます。そしてですね、非常に心癒された作品に贈られました。癒し賞には、うん、アバママさん、うん、クーさん、ジローさん、ドゥーナさん、以上4名の方でした。おめでとうございます。おめでとうございます。そして、ほのぼのした気分にしてくれた作品に贈られました。ほのぼの賞には、ジャクリーンさん、サイファーさん、つかささん、以上3名の方でした。おめでとうございます。おめでとうございます。そして、まったり、気分を味わえた作品を贈られましたまったり賞はですね、みさきさん、うん、チラルナさん、うん、ゼクシーズさん、うん、以上3名の方でした。おめでとうございます。そしてですね、はい、グランプリ最終選考に選ばれた8作品に贈られました、はい、特別賞ですね、特別賞には、うん、ペパーミントさん、はい、ベルナさん、はい、マリブさん、うん、ユーガオさん、はい、シネイさん、うん、ユウさん、はい、シナユキ姫さん、はい、そしてカコさん、以上8名の方でした。そしてですね、この8作品なんですが、8作品の中から準グランプリに選ばれたのがユウさんとシナユキ姫さんでした。おめでとうございます。おめでとうございます。そして、そして、グランプリなんですが。うん。グランプリは、うん、グランプリ作品に輝いたのは、はい。ネクセンさんの、このスカイハウスでございました。カコさん。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。ドームの中に草原と池、花々、優しいブランコに、丸く浮かんだ月のような、あずまや、池の中に足を踏み入れれば、プライバシーについての安心感もあるお部屋が広がっています。球体の中に青空、星空、目に映る緑だけでなく、草の香りや鳥の声、虫の声まで感じられる空間が作り上げられています。ということです。はい、これ、私、これ生で見たんですよ、この方の作品。ほんと？どうだった？前に一度見学に行った時に、結構ここは、うん、私もちょっと好きで時間、こう結構回ってたんですが、すごい綺麗ですよ、ここは。あー、いいね。空間があるんですよ。私はちょっと好きでした。さすがですね。あえて建物じゃないところが綺麗ですって言ってますが、確かにそうだと思います。はい。おめでとうございました。そして、まだあるんですが、うん、その他、イベントの日記を書いていただいた方への日記賞、レポーター賞、グランプリ予想クイズ、投票チャンスに当選された方々はご覧の通りでございます。ちょっと以下、お名前省略させていただきますが、今、画面に映ってる方々でございます。
皆様、おめでとうございました。ありがとうございます。そして、最後になんですが、主催のあゆむらオーナーのあゆみさんのコメントをご紹介させていただきます。今回、スカイハウスコンテストに開催して一番良かったことは、たくさんの新しい方と出会えたり、また普段なかなか交流ができない方と改めてお話ができたことです。うん。ハンドライフを始めてから一貫して活動してきたことは、イベントを開催してコミュニティを作ること。自分のことを好きな人もいれば嫌いな人もいるので、すべての人に理解していただくことはできないんだけど、自分と同じ考えや価値観を持っている人、同じ方向に進んでいく人、たくさん集まればそこに出会いがあって交流がある。時には衝突もあるけど、行き先が一緒ならきっとうまくいけるだろうと思う。あゆむらというところはそんな皆さんが集まって町全体で一つのことを盛り上げていく町。現在進行中の改装工事もそんな思いから着々と進んでいますよということです。よかったら一緒に町づくりに参加してみませんか。またあゆむらファミリーに参加していない方、ぜひご参加くださいねとのことです。うん、なお今回の表彰式にご参加いただけなかった皆様にも会場にお土産が用意してあるそうです。うん、お土産、表彰式会場を入った階段を降りた先からぜひお持ち帰りくださいとのことです。場所やあゆむらの今後の活動につきましては、そら豆ブログ内、あゆむら公式ブログ、あゆむらで会いましょうをどうぞご参照くださいとのことです。今週は以上でございます。ありがとうございます。なんかワクワクしてたね。なんかすごい、あのスカイボックスのやついいね。そうですね、楽しみでしたね、うん、今回は私あんまりあゆむらに行く機会がなかったので、うん、今回のスカイハウスコンテストはぜひ自分の目でこうちゃんと確かめたかったので、うん、朝早くに行ったんですけど、実際なるほどな、誰もいないと思ったら結構行ってたので、ああ来た、平日の朝だったのであまりいないだろうなと思ったら結構いましたね。頑張ったね、みんなね。はい、もう延べ1,100何十人とかって言ってたのですごい人数ですね。すごいよね。はい、うん。ぜひ今後もいろんなイベント頑張っていただければなと思います。なるほどね。はい。またなんか、はい、私もお邪魔したいと思います。はいはい。はい、今週は以上でございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ずっとやってていいよ、告知。もう永遠に終わんないでいいよ。くるちゃん、何言ってるのかな。永遠に終わんないでいいから。じゃあ、そこでやってって。そこで変えちゃって。なんだっけ、ふっくらクリオネさん。そう。ふっくらクリオネデラックス。ふっくらクリオネデラックスに変わるよ。ごめんね、このシェイプ作ってくれた人。待って。行くよー。じゃん。え？うおー、すごい。ちょっと服がそれちょっと。なんか服がないやな、私。え？顔は大きくなんないの？あ、顔なってるよ。なってるよ、顔。結構丸くなる。やだや。やだやだやだ。SM の中でも太れるんだね。バングルなんかすごいことになってるね。ほんと、バングルがね、食い込んで痛いわ。埋まったネックレスもハマってる。ね、それさ、うん、アインフィリックスつけて。ちょっと待って。分かったよ。分かったよ。待ってね。私絶対罰ゲーム嫌。勝ち続けなきゃならないんだよ。本当に勝ち続けなきゃいけないね、私。でよ、アインフィリックス。じゃあ私も続けよっと。行くよー。うん。はい。出た。なんかでもね。うん。色気ないよね。はい、色気なんかここにあるわけがないですよ。やだもう。
なんかさ、あれだよね、田中くんより嫌な感じ、これ。うん、田中くんの方がいいな。田中くんより嫌だ、これ。自分の顔が隠れるからね、田中くん。なんかさ、あれは人の顔だけど。これに合う服に着替えないとちょっと最悪。今日はいいんじゃないそれ。今日ね、着替えたら。ジャンプして、ジャンプ。ジャンプ？うん。え？ジャンプ。また。よいしょ。はい、ジャンプ。ヘイ。はい。持ち上がんない、重くて。あれ、あれ、本当に、ジャンプ来たじゃん。お、ジャンプした、ジャンプした。ちょっとさ、でもたくましいな、後ろ姿は。ちょっと筋肉質だよね。筋肉質だよね、これ。動いてないよ、あんまり。うん。色が黒いから、そんな感じに感じるのかな。いや、筋肉質だと思う。あ、お腹とか動かないんだね。ほんとだ。あ、お尻はちょっと動いてるけど。観察しちゃった。なんか、確かに力士っぽい？うん。行こうよ、こんな。ああ、最悪。あ、あそこに見えるわ。リュックがね、背中の中に入ってる。埋まっちゃった。いいよ、もう、どうでもいい。痛そうだから取っちゃおう。ああ、やれやれ。SLTV のチームに着いたよ。イェーイ。はーい。大失敗して制覇したぞー。シュー。お、太ってるのに足早い。早いな。なんかさ、早いんだよ。早いな。ねえ、なんかね、ちょっと、何太ってるというよりなんかね、プロレスラーになった気分だよ。レスリング選手みたいな。うんうん。あれこれ、ね、どうなってるのここは。なんかこれ男性シェイプみたい。あ、なんかこれさ、なんか置かれてるね、これ。何？向こうはなんかすごいことになってるね。ああ、気が重いから知らない。もうどうでもいい。あれ何やね。なんか勝手にやってて。あ、やれやれ。じゃあ、行こうか。やれやれ。はーい。じゃあ、行ってー。やれやれ。イェーイ、シュー。あ、落ちた。ほらねー、だめだ。もう、だから嫌い。わ、すげえ。え、どこに行くの？ブヨンブヨン。階段上がるの？階段上がるんですよ。せっかく、せっかくだから、ブヨンブヨン。あ、やれやれ。気が重い。わかるよ、その気持ちわかるよ。やだやだ。うん、わかるよ。こんな時そうだったもん。再来週は番組休もうかな。何言ってんの。番組休もうかな。何言ってんのかな。今日限り引退しようかな。何言ってんのかな。ずっとそのままでいることになる。そうだよ。こんなにそれが気に入ったのかいって言われちゃう。ああ。じゃあ。やれやれ。あ、もう一個結構登ってきたなぁ。やべ。もう一個狙ったぜ。特徴？ここは欠点か？やべやべ。おぉ。素晴らしいね。そう、ガラス張りだったの？そうだね。うん。どうでもいいけど。そう、ガラス張りだの。くるちゃん、暗い。どうでもいいけど。暗いよ。暗いよ。どうでもいいけど。暗いぞ。別に。わかるけど、その気持ち。田中くんの時そうだったからね。そうだね。田中くんの時そうだったからね。これ田中くんなんか甘いよ。そうだね。自分のいじられるって嫌だよね。田中くんなんて甘いよ。じゃあ、ここで終わろうか。ここ。勝手にやってくれる？これは。はい、でかいの、ちょっと来いよ。うっせえな。はい、これよ。うっせえな。これよ。私、今日、アリン先輩にもバトンタッチしますから。何よ？あ、エンディング？はい。そんなに心が折れてるの？もう心折れたからもう別に口聞きたくない気分です。あ、なるほどね。はい。折れちゃったんだ。折れたからね。うん。まあ折れるわな。うん。それすごい。うん。強烈だね。うん。ほっといて。ほっといてる。もうなんかあれだもんね。変身を飛び越えてラオウみたいだね、やっぱり。ほっといて。
構わないで。あれ？ちょっとカメラさん、クリオネさん上から下まで舐めていただいて。さっさと終わらして。ひどい。ちょっと舐めていただいて、ね、せっかくだからね。さっさと終わらして。これがふっくら別人という、今回、今日から始まった。これさ、罰ゲームです。ふっくらっていう言葉違うと思うよ。でも足首折れそうだよ。ふっくらっておかしくない？ふっくらどこじゃないよ、これ。いやー、すごいよね。パッツンパッツンやん。クリオネデラックス。もうデラックス超えてるよね、ここまで。デラックス超えてるよね。うん。うん。うわー、マリン先輩。あ、でもなんか太ってもかわいい。え？太ってもかわいい。うん。うん。苦しいけど。うん。太ってもかわいい。やっぱり。あ、エドワード。こんなに太っても愛してくれるかしら。え、ね、エドワード。クリオネの中身が好きなんだよ。体験なんか、どうでもいいんだよ。体験なんかどうでもいいんだってよ、クリオネ。エドワード。こんなにしても愛してくれるかしら。エドワードが、エドワードが折れるっていう感じ。ガックスみたいな。いや、ね、エドワードが失明すればいいことない？あ、そうだ。そうだ、それはあるかもしれない。急に事故で。そうそう。上から植木鉢が落ちてきたとか言って。そうね。で、あー。上を見たらクリオネが落としてる。あのね、ディレクターがね、これでハゲにでもなったらすごいって。あー、そうだね。来週楽しみだね。はい。はい。あの、締めてほしいんですけど、どなた様か早めに。はい。はい。はい、お願いします。はい、今日はいかがでしたでしょうか。楽しかったです。楽しかったです、私たちは。楽しかったです。別に。うん。別に。でも今日でほら、やっと終わったでしょ、ハイタファイブが。うんうん。ねえ、来週から、あ、再来週どこに行くんでしょうね。これ、いよいよ、あの、ではないで、ないでしょうか。あの城に行くんだよ、いよいよ。本当にです？本当に本当に行っちゃうの？うん、行こうよ。だってクリちゃん。シーン。そんなに落ち込まないで。ね、ね。と、ね、いうことはさ、あの大陸にあの体に行くわけでしょ？なんかさ、妙にモテるかもしれない。妙にモテるかもしれないよね。確かに。妙にモテるかもしれないよ。これでなんかビキニでも着ようかな、もう開き直って。だって怪人さんってすごい大きいもんね。うんうんうん。でもちょっと違うんだよ。確かに。なんかもうなんか自分じゃない気がしてるから、なんか人の体のような気がしてるからもう。全番組それお願いしますっていうふうに。TWK ルールさんは。本当ですか？うん。一回出ますか、それで。じゃあ、竹下にこれ出ていいかどうかちょっとね、聞いてみましょうね。あ、OK です。あ、そうですか？はい。OK ですよ。ちょっと考えてみます。はい、わかりました。はい。すごいよ。プリムの服は大変だね、調整が。プリムの服は無理だね。うん。だって、あれじゃない？なんだっけ。今流行りのメッシュだって、うん、透明だ。無理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 。入れ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 。ひどい無理無理の言い方が。はい。手先がパッツンはいいって、パッツンパッツンは。あ、じゃあ、サイヤの衣装かなんかならいいかもしれませんよ。おー、うん、テカテカね。うん。というわけで。はい。はい。というわけで。私閉めないからね、お願いしますよ。うんうん。無事にガエタファイブ、全部回ることができました。はい。はい。来週はどちらか、再来週はどちらからになるでしょうか。お楽しみに。楽しみ。じゃあ、また、再来週。ハッピートラベリーハッピートラベリートラベリートラベリーバイバイ。その発音では言えないな。ハッピートラベリーバイバイ。バイバイ。これでちょ兄さんがね、クリちゃん専用で水着作りますマジっすか兄さん助けてー
忘れたくはないから。